もしもし。もしもし、何でしょうか。はい。ゼロではすみません、青森警察の交通事故の係をしている高橋といいますけれども、はい。8月29日の月曜日の、夜の9時半頃ですね、はい。小太郎から森下の方に向かっているときに、なんか前走っている車が突然亡くなったよっていうのを電話を認めたということで、はい。で、その時の状況も一回再確認で電話したんですけれども、はい。いや、違います。友達がビデオカメラ回してただけです。ああ、そうなんですね。はい。そのビデオの中に前の車のナンバーって映ってるんですかね。いや、映ってないです。あ、ナンバーはわからないんですか。はい。わかるのは、黒色のワゴンアルカムーブみたいな形の軽自動車で、はい。で、カーズ過ぎたところで前のその車が突然消えたって話なんですけども、はい。ちょっと映像出してみます。で、最後の映像ですと、左カーブのすぐ後に右カーブになってますね。左カーブの、はい、左カーブを曲がったらいなくて、そのすぐまた右カーブだったんですけど、はい、その後一切映ってないですね。じゃあ、その左カーブの時は、右側っていうか、ステーキ側っていうのは、いや、ちょっと全くわからないですね。はい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 。そうですね。はい。はい。はい。あ、はい、わかりました。ご苦労様です。はい、失礼します。はい、失礼します。